平野紫仕様、下手すぎる字が逆に尊い。疑問符えも、画伯だけどファンは勘繰り返し。キングプリンスの平野仕様さん23が2020年3月23日に放送された喋くり007日本テレビ系に出演。その際に披露された本人の字について視聴者の間で驚きが広がっている。 この日、平野さんは、セクシーゾーンの中島健人さん26と共に同番組に出演。番組中では二人が行っている交換日記の詳細が明かされたが、視聴者が注目したのは日記に書かれた平野さんの字だった。始ましました。交換日記番組中、中島さんは平野さんと交換日記を始めることになった行きさつについて説明。 それは、現在、中島さんと平野さんが、共に4月期ドラマの、末光警察、ミッドナイトランナー、同局系の撮影に参加しており、その縁をきっかけに交換日記が始まったというのだ。 番組では二人が書いた日記を拡大し、上半分に平野さんが書いたページを、下半分に中島さんが書いたページを、それぞれ貼り付け畳台のパネルにした上で紹介したが、その平野さんのページが身に衝撃的なものだったのだ。そこに書かれていたのは、ノートの横の罫線に何とか収まる形で書かれたミミズがはうような字の数々。 かろうじて判読可能なそれらの字を追っていくと、2月24日23時ちょうど、始ましました。交換日記、今から台本を覚えます。憂鬱です。わら、と書かれていることがわかるが、その字の汚さは思わず二度見してしまうレベルのものだ。番組が進むにつれ、平野さんの別のページが紹介された。そこには、3月2日、帰り中。 今日の撮影はしんどかったねから、帰ったら湯船使っちゃおう。明日はセリフ多いね。飛ばないように気をつけます。3.60、アクション縮まったねかいくんの、ヘタれのアクションがめちゃ上手で刺激をもらいましたしょう。帰って、翔士郎ちゃんをサムを、しますと、言った感じが、少なくところど、ころに余計な送り仮名が見受けられる日記だった。 これら、衝撃の内容に、スタジオ内の出演者は大きくどよめいたほか、番組を見た視聴者からも驚きの声が続々。あるツイッターアカウントは、使用マジ字が汚いし、誤字脱字が多すぎる読めない、と驚きの声を上げているほか、平野仕様の交換日記の字が下手すぎて驚愕、と、その驚きを隠せないとしている。ただ、これらの声と、 こうしているのが、字汚くて文章おかしいところが可愛くて尊くて、やっぱりこの人一生押せるわ。と、平野さんの字の特徴を漁師とする声だ。同様の声は他にも上がっており、この顔面の人がこの辞職とか可愛いすぎ、く君に勘繰り返しです。と、平野さんに夢中であるとする声や、男の子ら C 字でいいよね。ぜひ書籍化を。 と、出版を期待する声もあるほどだ。ちなみに、平野さんといえば2019年9月に放送された、オスデ d o t b s k で披露した、司会の小福亭鶴瓶さん68の、どこからどう見ても似てない似顔絵が、今回と似たような反響を呼んだ。同似顔絵は、 確かにどこをどう見ても鶴瓶さんには見えない白物だったのだが放送後にはやはり画伯の絵かわいいよ。絵本と期待を裏切らない。笑い平野さんが描いた鶴瓶さんの似顔絵なんか待ち受けにしてたらいいことありそうだよね。ねといったファンからの反応が続々。そのキャラクターをもってすればパッと見はドン引きしてしまいそうな字であっても愛嬌に変えてしまえるほど。 平野さんの愛されキャラは強固なものだということだろう。結論。平野紫耀さんの字が放送されたしゃべくり007において大きな話題となりました。彼の字は決して綺麗ではありませんが、その個性的な文字がファンには愛され、可愛らしいと評価されています。また、その他の才能として似顔絵を描くことも紹介され、ファンからの期待も高まっています。 平野耀さんは、その独自の魅力で多くの人々を引きつけ、ファンからの愛を受け続けているようです。